はい、今回はですね、私が撮っているメルマガから、いわゆるね、派遣型風俗、デリヘルと呼ばれているメルマガ、こちらの方から考察していこうかと思います。今ね、ご覧いただいている、女性が映ってますけども、この女性がね、デリヘルに勤務している、いわゆるキャストさんと呼ばれている人ですね。一部、顔が隠されていますけども、なかなかね、いろいろと事情があると思いますんで、実際には指名しないとお会いできないよ、お顔を見ることができないよって形ですよね。見るからに、普通の女性というか、素敵な、方ですよね。で、年齢にしてね、この、デリヘルは、18歳から19歳ぐらいの方が中心に勤務してらっしゃるんですよ。ですんで、30過ぎた方はいないですし、25過ぎた方もほぼいないという形でね、非常に若い方が、若者が集まって一生懸命ね、仕事をしてる。それこそ自分の身を投げ打って、お金に対して、そして仕事に対して向き合ってる現場だと言えます。ちょっとね、在籍している女性の他の子を見てみましょうか。これだけ人数いるんですよ。すごいたくさんいるでしょ。何人いるんですかね。100人近くいますね。で、他のスタッフさんがこんな感じで、顔は見えないですけどもね。お迎えしてくださるということでございます。ね、見知らぬお客様のところに1対1で派遣されていくわけですから、やっぱり人見知りじゃつさまらないしね、怖いですよね。で、今回ね、何が言いたいかってことなんですけども、人材育成に関してなんですよ。こういった社会経験まだ未熟な18歳、19歳の女の子たちに、どういうふうにね、会社が人材育成をしているのかってことの一端が見れる。そんなね、記事がありますので、この今ね、ご覧いただいている会社は JKMAX っていう会社なんですけども、こちらのブログ、教育資料と言ってもいいですけども、そちらの方を一緒に見ていきましょう。これです。JKMAX が実践する他人の意見に流されない唯一の方法とありますよね。この辺からかなり記事のタイトルがね、気合が入ってるなと私は思うんですよ。はい。で、どんなケースかというと、この会社ではね、キャストさんが100人いますから、人気のキャストさん、あんまり人気じゃないキャストさん、ばらつきが出るわけですよ。そうなると、予約が埋まり始めた人気のキャストさんからね、相談を受けることがあるそうです。陰口とか、誹謗中傷とか、掲示板で叩かれてるってことを私気になっちゃうんですと。これお客さんからもそうですし、ライバルからもいろいろ言われるんでしょうね。で、これに対してね、赤で書いてますけども、それはおめでとうだよと。人気者の宿命なんだ。あなたの存在が認知されてるからだよ。っていうことで、お話してるそうなんですよ。ビジネスをしている私たちにとってみると、共感するところ多いんですよ。YouTube でね、顔出しをすると何が起こるかわからないっていう、そういうふうな不安もお持ちの方いると思いますけども、それはあくまでもね、数百回、数千回再生されるからこそ、そのうちの一部の人が叩いてくるってことになるんですよ。再生数がね、1とか2とか5とか10。もう全然見られてないうちに、そんな心配する必要はないよ。要するに、人気がないうちは叩かれないよってことなんですよ。人気が出るから叩かれるんですよね。で、こういうふうに続きます。まず、アンチがいるってことは一生懸命あなたが生きている評価の証だから喜ばしいことなんだよと。確かに何かの道を行こうとすると、一生懸命行こうとすると、それにやっかむ人が出てくるわけですよ。だから、いいことなんだよってことですよね。生半可にやってる人っていうのはどちらかというと叩く側ですから、それから傍観者ですから、自分が向かい風にさらされることはないっていうことなんですよね。はい。一生懸命生きてきたら、それを見て応援する人と叩く人がいるのは当然だと。これも YouTube を長年やってる私からすると当然だなと思いますけども、皆さんいかがですかね。だから気にする必要はないよっていうふうに、慰めているんですよね。もう少し考察すると、ここに書いてます。アンチの存在は自分に自信がなければないほど気になると。つまり、叩かれて相談に来るってことは、あなた自分に自信がないでしょうと。我が道を行きなさいということなんですよね。どこの誰かもわからない匿名の他人に何か言われてメンタルがブレるときって、自分で自分に納得いってないときっていうのが多いんじゃないかってアドバイスしてるんですけども、私もその通りだと思います。自分で自分に高評価をつけてやれないなら他人の意見を指針にしてしまうんですよね。だから、自分が自分の味方になっていれば、他者の意見なんてね、どうでもいいわけですよ。でも自分で自分に評価をつけることができないんで、どうしてもね、他人の意見を参考にしてしまう。だから、叩かれるのが怖いっていう発想になっちゃうんですよ。ここでね、モーニング娘。の一人の、道、なんて書いてあるんですかね。なんか、さゆみさんって方がいますよね。道重さゆみさんですかね。道重さゆみさんの例をとっていますけども、この方っていうのはね、確かね、どこに行っても自分が一番可愛いんだって言い張ってるんですよ。でもこれが、他人から何を言われてもブレない、行き着くところだということで、この記事を書かれてる方はね、評価してますよね。引き合いに出してますよね。つまり、自分の中で私は最強、私がやってることは全て正しい、私がナンバーワンだと完結してしまえば、他人が何言おうが知ったことじゃねえと。そんなのは、そよ風が吹いたもんだ、みたいなね。さざ波みたいなもんだということですよね。元モーニング娘。の道重さゆみさんは、どれだけ叩かれようと、偉い人たちから何を言われようと、自分が理想とするアイドル像を貫き通しましたと書いてますよね。確かにこういう場面ありました。はい。そしてここに、黄色で補填されてますけども、誹謗中傷を気にしないメンタルを作るには、自分が納得できる生き方を貫き通すしかないということですよね。はい。JKMAX のキャスト。JKMAX のお客さんでしたらみんなそうでしょとありますけども、何がそうなんでしょうか。それはここに書いてます。自分が今やるべきこと、本当にやりたいことを全力マックスでできているなら、誹謗中傷なんて気にしていないし、そんな暇ないし、誰が何を言ってこようが自分が最強だから聞く耳持てないし、自信しかないから何を言われようとネタにして笑うことができるということですよね。これは同時にですね、誹謗中傷を書いてる人に対しても一定の牽制になるんじゃないかなと思いますよね。はい。ということでね、今回は無店舗型風俗店、いわゆるデリヘルの女の子たちに対する教育の一端を私たちは知ることができたかなと思いましてね。こういったね、デリヘル私は使いませんけども、デリヘルのメルマガってあるんですよ。ね、これね、非常にね、私に学びがあるなと思ってるんですよ。まあなぜならね、デリヘルのお勤めになってる女の子ってのは本当にね、18歳、19歳、20歳前半の女の子ばっかりなんですよ。しかも、その人たちは何にも頼らずに自分の身をね、それこそ多くの人がやろうとしない自分の身を裸で、本当にね、文字通り裸で勝負してるわけなんですよ。裸一貫で。いや、なかなかできないですよね。うん。だからといって私ね、自分の奥さんとか行くのは嫌ですよ。でも、こういった仕事に就く方に一定の敬意を捧げることは忘れたことがないかなと。まあ私、使ったことがないんですけどね。使ったことがないんだけども、ね、何回も言いますけどもね、ここは大事なんで。使ったことがないんですよ、風俗店とか。しかし、すごいなと思います。どの職場も全力で、全身で勝負してるなということでございますね。じゃあ本日は以上です。